はい、こんにちは、カズボウです。ファイナルファンタジー 5R 続きやっていきたいと思います。高難度版ファイナルファンタジー5ということなので、今ね3人パーティーなんですよね。ガラフが自分の世界に帰っちゃいましたということで、追いかけるためにどうするかシドに聞いてみようということでここにいますんで、ここでやり残したこともない。まあ、カイザードラゴンとかいけんのかなと思ったけど、あれ無理だな。相当やり込まないとダメだね。シドここまで来るっけ。あれシドいんのか、ここに。シドに聞いてみよう。あれ違う、こっちじゃない。自分の筆で道に迷ってるし。右側にいるよね。いなかったっけ、いるよな。あれシドどこだ、あれ。あいつらどこ行ったの。古代図書館。あれシドどこにいたっけ。隕石のとこ、もしかして。ワープエネルギーが弱まってきてる。いや、そうなんだけど、これをなんとかするために、最後なんて言ったっけ、最後。なんかイベント起こっても、なんか違うこと考えてたんで、あの時。ちょっと待って、最後どんな終わり方したか、ちょっと調べます。ん？シドなら何か見つけ出せるかもしれないって、やっぱシドに会いに行くよね。ここにもいないし、古代図書館にもいない。なんで黒チョコボが塩たちが乗ってきたのか。そうやね、あいつら早いんだよ本当に。いたいたいた、シドミド一体。もう告げねえでここに行かないでくれない。罰危険じゃ寄るな。アダマンタイトが異常なエネルギーを放出し始めたんです。元の場所に戻そうと思ってきたんじゃ。ちょっと待って、俺なんと、この床がアダマンタイトのエネルギーを吸い取っておる。ねえ、もしかして、これで隕石パワーを回復させればガラフの世界に行けるんじゃない。おう、そうか。何のことじゃ。ふむ、そうじゃったか。アダマンタイトが小さすぎて、パワー全回復は無理です。でも残りの3つの隕石のパワーも回復させれば、ガラフたちの世界にワープできる。さらっとすげえこと言ってるけどね、ワープとかね。ワープしたことあるのかって話だけど、あるね、この人らね、そういえばね。さあ、次の隕石じゃ行こう。次の隕石って言ったってね、次がどこかって選べんだよね。そうだ、それで、ボス戦があるんですね。で、それがさ、このゲームね、あ、これいいや。ラムーとか雷の、まあ、召喚とかあるんですけど、それがね、スカルミビオーネ倒したらラムー手に入ったりするようなゲームなんで、もしかしたらなんだけど、ここにも召喚いると思うんで、ここだっけな。行くぞ、ミド。はい。まあ、いや、とりあえずやってみよう。なんか面白いの行くかもしれないからね。いるだろうな、多分予想的に。どうなんだろうな。魔物が救っとるぞい。だからここタイタンだっけな。だから召喚なんだけど、タイタンなんかな。通常はタイタンだったと思うんだけど。あ、タイタンだ。タイタンだね。地震だ。おお、しまった。回復がいない。やばい。そのまま来てしまった。しまった。
ずっと地震使ってくるのかな。だってこれレビテとかなんかあれば余裕なんだけど、そういうわけいかないから多分。まあやっぱ持ってる。何がクリティカル？重力100。だって飛べないのに今使ったってしょうがないじゃん。でこの後地震やってくるのか、そういうことか。やっぱり何持ってんだこれ。忍者が、ああいいのか。何持ってっかだけ気になるんだけど、まず多分倒せるとは思うんだけど、操るなんかいらないの。強いんだけどこれ。まあまあ何も用意してこなかった自分が悪いんだけど。アースシェイカー464か。まあまあファイナルアタックだろうな。いやそれはいいんだ。まあまあ通常よりちょっと強いかな。だけどちょっと盗めるもん気になんな。こっから、あいいのか、出たのかこれ。ちょっと待って、忍者の手裏剣が強かったけど、操るなんかいらないから、白魔法にしとこうか。盗む。待て、盗むだろ？青魔法盗む。盗むの白魔法を、まあ、投げるで倒すんだろうな。これでいいんかな、一番。無効率でいいよね。ここ行ったよな。ちょっと待って。セーブ、ここでやったっけ？あ、違う。セーブしてここ来たんだ。あ、オッケー。じゃあ、盗む2回、これ、レア枠まで盗めるから、魔物が作っとるぞいて、さらって言うの。アッシェイカー400しか食らわなかったら、ただの地震の方が怖いね。地震は耐えれっけど結構きつい。開幕でなんかやってきたから、まずは回復だね。もう今回はタイタンの負けだな。まずポーションで、地震が、まあ、600ぐらい食らうんで、クリティカルとかなんか意味わかんないことやってる。これを盗めるまで今回はやる。何盗むか知らないけど、まだポーションは通常枠なんで、きっとね。ちょっとあれダメだったな。
青魔法大事でしょ、本当に。まあ、倒すのはそんな難しくないんで。アースシェイカー、なんでそこでアースシェイカーなの。ファイナルアタックもあれだったよね。ムラがあんのかな。そんなことねえよな。やばい、今地震食らったらアウトだ。6ラン持ってなかったらリセットでいいけどね。まあこれでとりあえず倒したらねえな。まだあったもんね、HP は。何持ってんだろうこれ。すげえいいもん持ってそうじゃない？そっか、盗むことを前提にこれ考えてある。これ何持ってんだろう。これアースシェイカーとかさ使うってことは MP あるってことじゃん。あ、盗めた。大地のハンマー。ちょっとマックスにしとくか、怖いから。まだ盗めねえよな、大地のハンマー。あ、オッケー。何も持ってない。今地震食らったらアウトだからね。今までの黒パーだから。よっしゃ、
まあ倒せんのは、あ、倒す前提だねこれね。わお、しょうがねえな。あ、今使わなくてよかったかな。使った方がいいか。まあ盗めっからね、エリクサーは。あとでいくらでもまあ手に入るとは思いますので。どうすかな、ハイポーションもいいよね。召喚獣タイタン手に入ったけど、召喚なんか全然使ってないな、そういえば。かたじけない。でもあとはわしらに任せてくれ。で、第一のハンマー入ったもんな。さあ次の隕石じゃ行こう。さてタイタンはまあ召喚だからね、まあ違うのが出てきて、なんかそれがタイタン持ってんのかなとかも想像したけど、まあ普通にタイタンでしたね。一個ずついくか。でもな、どうなんだろう。ちょっと、あそこのずっと盗めない地帯は、おそらく早送りしてるので、もう一箇所行く？でも三箇所なんだよ。だから、一個ずつ攻略する方がいいんかな。にしようか。ね。急ぐ旅でもないもんね。一回やってみて初見でどんなもんかだよね。ってことは、まあ、ウォルス行くか。次は。ね。ん？あ、なんで降りねえのと。前もなんか同じことやってなかった自分。え、なんで降りねえないのとか言ってね。はい。ということで今回これ終わりたいと思います。まあ、盗めるものは盗んで今後も攻略しますのでよろしくお願いします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターをなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。